こんにちは、大久保ゆりです。今電車の中にいるので静かに動作でアテレコでお届けいたします。よろしくお願いします。明日8月6日土曜日に平塚である実業団10学生対抗陸上競技大会に出場させていただく予定です。パチ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 。はい、今私は金沢駅から北陸新幹線に乗って移動しているんですけど、福井県は大雨の影響で電車が全部止まっていて、いつ動くかわからなかったので、朝8時に家を出て車で敦賀方面まで向かって、そこから電車に乗って行こうと思ってたんですけど、高速も下道も通行止めで、敦賀に向かう道はないよって言われちゃって、金沢駅まで車で向かって、今神奈川県に向かっているところです。着くのは5時になるので競技場が使えなくなっちゃって、朝も早く出てきているので前日練習ができない状況になってしまうんですけど、ホテル周りの道路か公園を探して少し動こうと思います。自分らしく走れるように頑張ります。はい、では行ってきます。イエイ。着きました。いろいろして今やっと着きました。今何時？はい、5時6分。9時間旅、9時間旅でした。はい、今からちょっと動ける場所を探して前日練習みたいなことをしてきます。帰ってきました。ただいま。はい、今公園で練習をしてきたので、もう食べに歩くのはちょっと疲れたので、念願の、駅の近くにあるビルの下にあるご飯屋さん、駅ビルみたいなご飯屋さんでご飯を買ってきました。これとこれ、はい、サラダと、なんか有名そうなサラダと焼き鳥を食べます。はい、今日の一日はここまでです。また明日頑張ります。明日はあの方が来てくださるので頑張れそうです。はい、今日はもう寝ます。さよなら。元気元気。こんにちは。今は昼の12時過ぎです。今日は当日試合当日です。はい、そしてここレモンガススタジアム平塚に来ています。はい、ここは去年タータンを張り替えたらしいです。だから青い。そう、だからびっくりしました、来た時に青くて、なんで青いんだと。試合は7時からなんでですけど、その前にアップができないということなので1時アップをします。
していきたいと思います。一時アップして休憩して決断式みたいなやつに出てで試合っていう流れになります。はい、で今日もお手伝いに来てくれたのは、はい、クルッとしないよしないからねはいじゃないのよ、はいはいじゃないのよクルッとしないよ。いつも来ていただいてるみほさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、じゃあ行ってきます。はい、目指してたタイムとはちょっと違ったんですけど、なんだろう、ちょっと練習を積んでいた時期明けだったので、まあ良かったんじゃないかなと思います。一番良かったのは表彰台に乗れたことが、前半シーズンがあんまり納得のいかないレースばっかりだったので大きな一歩かなって、後半シーズンに向けての第一歩かなって思いました。はい、で、後半来週に福井県民スポーツ祭があるので、
マジかよ。再来週、ナイトゲーム福井で開催されますナイトゲーム in 福井がありますので、そこでしっかり決勝で走れるように頑張りたいと思います。はい、これで終わりです。はい、私の実業団兼学生陸上競技大会の旅はこれにて終了いたしました。気をつけて帰ります。はい、美穂さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ応援してくれた皆様もありがとうございました。ありがとうございました。はい、また頑張りますので、今日は言います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタも更新しますので、ぜひチェックしてきてください。ちょっと恥ずかしくなってきたので、小声でいきます。これちっちゃい聞こえてるかな。聞こえてる。はい、では終わります。バイバーイ。ずっといる。何、これでこれ押せば写真になるの。ちょっとね